ここマジで急だから本当危ない、ガチで危ない、ここ。ちょっとゆっくり行かないと。ピーポーなってんだけど、寒い。ちゃんと焦げたやつを食べますね。これで焦げたやつを食べなかったらね、食べ物を無駄にね、あれですよ、あんなモバイルバッテリーを取りに行くっていう演出のために食べ物をわざと焦がしたとか言われるのが嫌なんでね、食べ物を焦げてますけど食べますから、ちゃんと。超苦いな。超焦げてますけど。あ、苦っ。苦っ。苦っ。なんでこんないけない火力が、あったあったあったくるちゃうなん、うわ、これはさすがに食えなくなる、これはさすがに食えない気がするんだけど、これはさすがに食えない気がするんだけど、これはさすがに、鼻水が、良い子のみんな、食べ物を無駄にしちゃダメだよ。まあ食えるな、結構きくいけど。焼こう、もっとシャウエッセンを焼こう。
こっちはまだそんな焦げてない。あ、でもうまいな。これこのぐらいの焦げだったらまだ全然うまい。うん。ハガメガカラケ、しょうがないけど、めかまかハムよこれハック。マジこれ雪国こかけるかな。完全に雪国ですよこれ。鼻水ぐらい垂れるわそりゃ。見えますかこの息が。あ、みもこさんはるかい。あ、これ相葉ちゃんが CM してるこのね、黄金のタレのフルーツベースのねタレ美味しいわ。フルーツたっぷりのね、フルーツベースのね、エバラじゃなくて、エバラだっけこれ、焼肉のタレ。あー、これは食えない。さすがシャウエッセンが転がってっちゃった。これはさすがに、これはさすがに食えない。これは衛生上さすがに食えないな。さすがに地面に落ちたものは。皮で洗う。いや余計食えねえだろ。皮で洗ったら余計食えないでしょ。ああそうだ、う、水で洗えば、水で洗えばいけるか。超汚いぞ。じゃあ とりあえずこれ置いとこう。こことりあえず置いといていい。とりあえず置いといていい。とりあえず こっちはまだ食おう。ですよ、炭焼き。うん、あ、でもうまいな。なんかもうおいしい。マジでおいしい。これ食えるかな。もう全部焼いちゃうか。美味しいぞ。でもマジで美味しい。うまい。普通に美味しい。でもね、本当に焦げてないと食うと、やっぱ家で焼くのより全然美味しいね。検証してみた。ね、雪の中でバーベキューやって、炭火でバーベキューやっても家の中で食べるよりも美味しい。うん、普通に美味しいです。ホルモン系買ってくれなかった。ホルモンもいいっすね。ホルモンもこれまたうまいんだよな。うん、大人になってからホルモンの良さ分かったわ。子供の頃ホルモンって食ってても美味しくなかったんだけど、なんかね、あの珍味みたいな味、珍味っていうのかな。うん、あ、ちょ風風風風。あ、これハツが好きですね。ホルモンの中でハツが一番好きっすね。ハツ美味しいっすよね。